はいどうも、みそこちゃん、L2 です。ということで、今回なんですけれども、ソロデッキ、動画としてはね、約半年ぶりですね、使っていきたいと思います。で、今回の新ゴマ枠、こちら。はい。神の英語マニーナ使っていきたいと思います。ということで、今までの恒星霊魂のスキルに比べると、チャージ数少ないんですけども、その代わりこの与えるダメージですね。ここに、重きが置かれている性能になっています。特にコンボのライフバースト。これがね、注目ポイントかなと思っていまして、というのもね、この、ソウルデッキね、例えば最初1ずつ、霊魂消費していって、6ターン目のね、ホースするターンがありますけども、そこにね、だいぶその火力の重きをね、置いているデッキなんですけども、だからそのホースした後の火力がね、ちょっと乏しくなるっていうかね、だからそこをニーナがあればカバーできるんじゃないかということで、個人的には結構評価しています、この駒に関してはね。まあ、ただ序盤に切るにおいては、チャージ数がね、その分少なくなっているんで、まあ、ちょっとそこは弱点ではありますが、まあ、全然強いかなというところで使っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。さあ行きましょう。シアン。シアンか。シアンどうだろうな、これ。これ名前なんだっけ？アルファルドか。そう、ちょっとね、名前もね、ユーリエから行こう。で、これは、ケイロフス。ちょっとね、名前がね、出てこないね。ケイロフス、これ、仕打ちしても、これですよ。ソウルデッキはね、これなんですよ。もうこれが最強ムーブですからね。さあ、まず久しぶりなんでね、ソウルデッキ自体が。そこの感覚を取り戻したいよね。火力感どんなんだっけなぁ。1万とかは出てたんですよ、確か。その、1消費ずついって、その、6ターン目かなに、こいつ合わせると、1万ぐらいは出たんだけど、もっと出たかな。結構初見の時ね、驚いた覚えはあるんだけど、1万5000とか出たっけ。まあ、とりあえず打ちながら行きましょうか。はい。え、そう、ソウルデッキがね、そもそも使うの、久しぶりではあるんですけど、というのもね、新ゴマがね、なかなか追加されないからね、ソウルデッキは。なんなら新エゴマ今回、そのソウルが追加されて以来だと、多分初めてじゃないかな、エゴマの新規は。S はちょいちょいね、ヘルムートとか、あとホワイトデーのウルかなとかいたんだけど、まあ、結局、その子たちもね、テンプレには入ってないから、ほぼ動きがなかったようなね。さあ、これ最強ムーブできるんじゃないか？これ、これダブル霊力ホースっていうね、最強ムーブができそうですけど、これは。1万8000とか、これ圏内かな？いや、さすがにだな、1万8000。さあ、それどこ封じるかですね。とりあえずここも放出しちゃうんで、で、あれ帰ってくると痛いんでね。右下 X で3枚返ししちゃっていいかな。で、火力がどんなもんかっすよね。あ。え？あれ、こんなんだっけ？あれ？こんなんだったか。あれ？こんなんだっけ？こんな、あれ？あれ、もしかして今初見と同じリアクションしてる？あれ、こんなんだっけ？ソウルデッキって。強すぎない？強すぎないかい？これ。で、3周期で飛ばすと。なるほどね。まあまあ、感覚はわかりました。はい、今ので。なるほど。強い。強いね。強いわ。さあ、ということで、まあちょっとね、ソウルの感覚がね、大体分かったところで、こっからのね、新駒をメインに使っていきたいと思います。さあ、事故りました。事故ったので、初手に打たないといけないですね。はい。まあね、こういう時は、ちょっと弱いね。さすがにね。まあまあまあ、後半向けの駒だからね、これはしょうがないけど。まあで、一応ね、発動はするんで、最低ラインの600は出してくれると。まあ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 。まあでも今事故っちゃったんで、説得力がないんだけど、一応ね、ソウルに入ってる駒って、英駒とか特にそうなんだけど、
無条件で打てる駒が多いからね。そう、ポン出しでとりあえずチャージしとくっていう、まあ、こういう感じの駒が本当に多いんで、多分こういう後半に強い駒1枚入れてた方がむしろ安定するんじゃないかなとは思うんですよね。今みたいになったら意味ないですけど。うん、さあドゥンダーが来た。これでちょっとケイロフスのダメージがカットされちゃうけど、おエリアーラかな。はい、これエリアーラほんと強いよね。スキル2ターンでさ霊力50溜まるんで、これほんと優秀ですよね。で暗黒相手はね HP が低いんで、まあでも怖いな。エリーゼが入れれば多分一撃で飛ぶんですよ。おそらく吹き飛ぶんですよね、この HP。なんだけど、逆にその、放出の時の火力が物足りなかったりとか、その放出した後に、例えば正月ミニエルとか使われて HP 戻されると本当にきついんで、まあ、結論言うとエリーズが欲しい。エリーズが欲しいです。本当にあいつ化け物なんで。カリナ、これコンボ外してないんだよね、60倍以下なんでね。なんでこうするしかないかな、これは。まあさすがに次のターンで飛ばすは無理そうですね。お、でもそれでかい。放出前にそれはね、むしろありがたいまである。そうだね。これなんだっけ、アルファルド。アルファルド、ね、放出コンボスキルな、でも発動しなそうだよね、このまま行くと。なんで、まあ、こっちでいいかな、普通に。さあ、これで、いや、強いな。いやいや、強いわ。エリーズなくてもこれだもんな。マジで強いね、ソウルデッキ。お、お、これ霊力貯める。で霊力放出打てばそこまでの消費数にかかわらずゼロになるんで、次ワンチャンエリーゼで決まらないか、これ。お、しかもここで捕食しないとなるとおそらくいけるんじゃないかな。一応コンボ特殊の方が通るのっていけるよね、大丈夫だよね。いやエリーゼならいける。ただレイクそんなに溜まってないんだよな。あ、ごめん強かったわ。ごめん強かった、強い。エリーゼ最強。さあ行きましょう、リアンツィール。リアンツィールね、他のデッキに比べてフィニッシュターンがめちゃくちゃ早いんで、多分これ相当きついです。はい。これ相当きついです、この対面。こっちが霊力貯めてどうこうしてる間に多分もうね飛ばしてくると思うんだよね。しかも罠もあるんで、その 6ターン目のエリーズとかカリアのコンボスキル使おうとした時にその罠合わせられるとマジでどうしようもない時あるんで、ちょっと心配ですけど、この対面は。あとあいつ執念投矢が怖いね。執念投矢リーダークレイクも帰ってくるんで、それされたらもうまずいね。なんでちょっとリアンツィールに関しては不安要素が多すぎるんですけど、おお、これ相手次角来るかな。角来てほしいけどな。そう、角来るとあのケイロフス E4 において混獲ができるんで、まあ来ないと。まあただケイロフス3ターンなのでもうここで打ちたいですね。おお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 、これはこれ始まったんじゃないですか。これはこれ始まったのでは。こうなってくると話変わってきますけど、
これねー、ここでエリーゼありだと思うんだよな。ここでエリーゼを打って三消費で飛ばす、やってみるか。この子たち怒ると怖いの、ね、だここでまず行くでしょ強まず行くでしょうの火力じゃねえんだよな。でこっからエリーゼコンボとかも絡めながら三消費でいけないかなっていう感じなんだけど、きついな、いやマジできついなこの対面。よしいいの引いた。なんでニーナ先かな、こうかな。で2400、よしいいよ、強み出てるよ。ただ問題はこのライフバーストを耐えれるかどうかですね。バイスは死ぬ、さあこのライフバーを食らうかエリーズコンボを食らうか。耐えたんじゃない、よし回復あるけどエリーズの毒が相当出るんでこれは飛ばせる。これ一応どっちがいいか見るか。15、こっちだね、いけ。これで飛ばしていく、よーし一旦先打ちエリーズ、よかったね今ね。さあ行きましょう、カチョフ月。カチョフはね辛そうだけどどうだろうね、バリアとかね回復とかいろいろあるんで。ただエリーズが手駒にいるんでもしかしたらいけるかもしれない。じゃあまずはアルファルドから打っていきまして、で次ね変置き引けたらいいっすね。ロンロンとか来たらありがたいですけど、ロンロン、リカルローナー、ヘイロフスあたりかなが来たらいいけど、さあ相手いいよ、ら回復の子が来た。まあ打っとくか。で次エリアーラかな、エリアーラ打って、エキドナが来た。まあ今のところエリアーラ、ケイロフス、まあこうだね、先こうで次変置きしてって感じだね。いいですよ、まあ一応ね主役ニーナなんで、ニーナも引いておけるとね動画的にも100点なところなんですけれども、まあ左下 X かなこれは、もしくは2枚返しもあるけど、まあそうですね。で回復が入る、2万6000か。これは？これ最強ムーブ、これ最強ムーブ決まるんじゃないかこれ。2万とかいくんかなこれ。2万はきついか。でもこれこのコンボのね霊力ホースとこいつ合わせるとすごいことなるんで、で 60% も切りそう。これこれあるぞ、これ一撃で飛ばせるあるよこれ。ケイロフスもいるしねこれ。え、これ次飛ぶんじゃね、マジでいやマジで次飛ぶんじゃないねこれ。火球で回復入んないでしょ、1万9000だよね。さあまあ飛ばなくても別にもう一旦全然耐えれるんで飛ばなくてもいいんですけど、お2万超えたじゃねえかよ、おかしいわ火力。さあラストいきましょう、カチョフ月。
2戦連続ですね。まあ、今日はね、本来は花鳥風月が、かなり強い補正なんでね。咲きましたよ、ニーナもしっかり引いてく。これ事故ってないか事故ってないか、これ。これ事故ってますね。で、ロンロンが変置きなんで、さすがに捨てれないので、ここはちょっと、行ってもらいましょう。最後にね、いい場面をね、見せたかったんでしょうけど、そうね、やる気を出しすぎて、手駒が事故ったんで、1ターン目でさよならというところですね。まあでも3戦目のね、リアンツィール戦で、多分、この子がね、活躍してるシーンは、ちゃんとね、取れてるはずなんで、あれが、この、ニーナの強みなんですよ。そう、ああいうのができるのがね、本当に、強いと思うんでね。後半の、火力要因っていうところが、結構、良さげなんでね。これ、こっちかな？エリアーダこう打って、で、次変置きしようかな。まあ、多分このターンでおそらくニーナが、さよならすると思うんですけど。あ、さよならしましたね。はい。そう、これね、バリアがね、そう、バリア含めて飛ばし切らないといけないんで、ちょっとそこがね、辛そうなところではあるんですけど、まあ、茨姫とかもいるんで、まあ、うまいことやれば、多分いけるんじゃないかな。さあさあさあ、どうする？ 3 枚返しか。まあでも結構多いのは E4 ですね。はい、E4 来た。じゃあここは、まあ、C5 に一旦何かを打っておきたい。けど、どうしよう。どうしよう、これ。もうカウンいっちゃうか。変置きしたいもんね、3ターン。この6ターン目のタイミングに合わせたいんで、ここはちょっと、変置き優先します。これ放出までに3ターンのスキル消化しきりたいんで、ちょっとそっち優先でっていう感じで置きました。3枚返してきたら、茨姫をセットするんですけど、来ないと。エリアーナのコンボ繋いちゃうか。これ。はい。回復で、回復入れとけば、あと2ターンは多分、耐えれる、気がするけどな。リミエット A3 来ても。私がついている。お、待て、どうしよう、これ。これ、おおおお、なるほど、なるほど。ちょっと待て待てね。3枚あると思うんだよな。ないかな、3枚。3枚これ、あると思うんですよね。カリナで3枚打つか。これ相当出る。強い。強いぞ。マジで強いわ。で、ビッグエックスあるんだけど、ビッグエックス置いたら、トリプルコンボではないか。ダブコンの5枚返しかなになるんで、それは避けてくると。ただ、耐えの一手打ちたいですね。で、ここでエリーズ引いたんであれば、3消費にする必要もないので、こうかな？はい。一応コンボなしですけど、ユミエットが若干耐えるか怪しいところですね。そこさえ耐えられれば、次のエリーズで多分決まると思うんですけど、よし、耐えた。で、ここで
さあ来ました。やっぱこいつですよ。結局ね、これ。もうこれが最強。行ってこい。もう結局ね、これなんですよ。飛ばなかったわ。飛ばなかったわ。え、やばい。飛ばなかったわ、やばい。飛ばなかったんですけど。あ。あら、あら。あら。あらららら、あら。